久保さん、よくあれじゃないですか。やったらどうするんですかみたいな。億万長者合宿に参加して稼げなかったらどうするんですか、これやって稼げなかったらどうするんですかって、やる前のどうのこうのって言うじゃないですか。やらなかったことのどうのこうのは言わないですよね。今これやらずして、その10年後どうなるのかっていう、なんかその話はあんま出ないですよね。それをやらなかった、やって稼げるか稼げないかっていう論争はもう常にあるんだけども、やらずして挑戦しなかった10年後の論争はないですよね。これ面白くないですか？挑戦しなかった後の10年後の論争はないですよね。僕はまあやっとってよかったなと思うんですけどね。ネットビジネス。だから、久保さんも40歳から始めましたけど、これやってなかったら今悲惨ですよね。今こういう動画のやり取りしてますけど、多分やってなかったら多分結婚もしてないし、大和くんも生まれてないし、どうなっちゃったんでしょうね。麻雀でずっと赤字で、その赤字どうやって補填するんだっていう話で。まあ最終的に自己破産して、今なんか警備員やってるかもしれないですね。いってらっしゃい。